やめてそういうの。外で会うとさ、俺別に放送でも変わんなくねえか？放送でも礼儀正しいなんでしょう。いや、結婚したことないよ。うん。和道に大切にしてもらえよ。何かあったら全力で和道を叩くから。あ、そう。俺と会ったことある人手挙げて。和道とガチで会ったことある人。ただのうざメール。おー、お疲れ様です、動画編集。ワドツ。結構いるな。誰だろう、匿名だとわかんないもんね。結構いるな。匿名で。誰だろう。誰が見てんだろう。いや、俺結構ほら、バーやってたから、匿名さんと会うこともあったから、何回か。まあ、これくらいいてもおかしくはないわな。地方へ、あ、姉ちゃんいた。ね、姉ちゃんはどつ。好青年ではなくねえか。普通だよね。こんな感じだよね。俺会った時。ケンスケと LINE なら切れる。ケンスケ、何の話だろう。ケンスケって誰だろう。香川さんステッカー1枚おまけしてくれた。彼女の好きな色は白です。白が好きなんだ。え、じゃあ俺真っ黒じゃん。真っ白に変える？鉄痕で。鉄痕？黒と白。ああ、鉄痕っていうのそれ、どっちから好きになった？あ、俺は、まあ、同じぐらいじゃないの？わかんないけど。和田つ、なんで緑に突したの？あ、みどりさんところは一緒に住んでて、やっぱりなんか何みどりさんところ一緒に住んでる。え、違う、なんでみどりに嫁したのって。あれあれですよ。何みどり、何一緒に住んでる。これパンダさんが、パンダさんとみどりさんが一緒に住んでるじゃないですか。で、それで何だろう、結婚してる人とかそのカップル同士で配信者の人に聞いてみたかったんですよ。ああ、そういうことか。でもしパンダさんが怪我したらその配信しますかみたいな、そういうのを。あ、そういうことを聞いたかった。はい。あ、話下手だな。それはなんかうまく言えなかったんですよ。あ、したらなんかぐちゃぐちゃになっちゃって、なるほど、はい、佐野でもああ配信するよ、ゲルゲが指切ったらよ、ああ、するだろう。面白えだろう、とか言って。どう、なんて答えんだろうね。たまたま土地待ちしてたから、ああ。緑やんで、で、かけたら繋がっちゃって、ああ、と思って、かかると思ってなかった。ああ、まあ、繋がんないもんね、なかなか。まあ、まあ、今、まあ、これを見てもらったらわかるけど、コミュ障なんですよ。引きこもり何年だっけ、あ、でも3ヶ月前までバイトしてたんで、あ、でもその家とバイトの往復してて、で、あとはもうほとんどニコ生ずっと見てました。ゲルゲ減らってるから。へえ、そうなんだ。いっちゃん面白いよね。おい、ゲルゲおゲルゲ結婚。いや、最近こんな感じだよ。最近こんな感じだよね、ずっと。今日だけじゃなくて、間接照明かってこんな感じでやってんの、普段から。あ、それ気になるかも。なんで、俺は6万じゃなくて、なんで5万ぴったりじゃなくて5万5千円っていう数字だったのか。何なんだろう、これと思って。開けた時に、なんか面白いかなと思って。あー、なるほど。じゃあ俺引き当てたんだ。だってどっちが5万円かどっちが5000円か分かんないじゃん、あれ。で、こうやって見た時は、あ、両方5000円かと思うかなと思って。いや、俺は思った、だから一発目で5万円引いてたら、じゃあ盛り上がんなかったじゃん。だから2発目も5万円で、だから2分の1で確率、あ、そういうことなんだ、はいはいはい、なるほど。
ゲルゲのために一肌脱ぐか。鶴なんか和道なら余裕。いや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 。これから見ればしない程度に出てくるよ。あ、見バレしない程度に。でも別に見バレしてもいいんじゃん。別にずっと俺と付き合ってくるなら。わかんないよ。まあ本人が普通がいいよ一番、うん、普通にしてるのが、うん、堂々としてるのが、うん、別に芸能人でも何でもねえんだから。でもネタにはされるっていうのは覚悟した方がいいよ、うん、それは。あ、行ってらっしゃい。仕事頑張ってね。うん。婚姻届、別に出したいっつうなら、別に今すぐ出してもいいよ、俺は。うん。うん、わっさん。うん。緑さんがわっさんって呼んだからね。あれ面白かったよね。仕事行ってらっしゃい。うん。でもまあ、緑さんはそこいじるでしょ。だし、あのね、結構リスナーがみどりさんに電話するのって結構緊張するからね。普通にまともに喋れないよ。で、ましてやコミュ障じゃん。で、みどりさんになんか、ああだこうだって言われたら答えちゃうよ。それは。だし、みどりさんが組んだ、その動線じゃん、あれは。その、和道生ポで、一ネタみたいな流れだったから。うん、これ、捨てるタバコ、僕、アメリカンスピリットのメンソール、緑色の濃いやつですね。うん、女心もてあそばねえよ、俺。うん。上腕二頭筋太くなったかな？どうだろう。うん。こんな普通じゃん？くすぐったよ。うん。私が電話したら緑どうだった？マジで？っていうか、緑さんって笑い上手だよね、あの人。うん。結構ロバってるからね。うん。婚姻届？でも結婚する気ねえっつってるから。うん。うん。いやもう、なんか、俺は、なんつうの、書類で結婚なんて全然意味ねえことだと思ってるから。うん。だから別に、書類上で問題解決することがあれば別に書類出せばいいと思ってるけど、大事なことはそこじゃないと思ってる。うん。お前、女が納得してないのに別れたら前歯折るから。なんでお前に前歯折られないといけないの、俺は、うん。嫉妬するのに結婚しないの。和道のこの梅。うん。意味ねえから出すだけ出せ。いや別にだからノリで今から出してもいいよ別に俺は。うん。うん。あ、ワッサンは面白かったよね。あそこがピークだよねっていうか。っていうあの言い方はちょっと面白かったよね。あとその前のなんかあのイエーイとか言って叫んだところが面白かったよね。お前、騙されてんだよ言えよとか言って叫んでたみどりさんと、その後の、わっさんかっていう、あのコンボは面白かったよね。あれは面白、あの二つだけだった、ピーク。あそこで切ればよかったんだよな。うん。うん、年上の女性を雑に扱ったら耳切るから。俺、前歯折られて耳切られんの。マジかよ。うん。じゃあ、次枠行きまーす。お疲れー。年齢いくつだっけ？あ、47です。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。